はい、まだ7時5分か。うん、まあ明るいやん。ハーケットさんのチェーンソーがあればすぐなのに。子供たちがいないとすごく静かね。好き放題だったからね。夏でもこんな明るいか。7時で絵画教室はうまくいってたじゃないか。お前誰や。え、見てたの。全然わからんわ。通りかかってさ。あの小屋は道からかなり外れてるけど。ああ、その近道があるんだ。お前らできるんか。ちょ、死なさんようにせんとあかんからな。どっちに行こう。決めてくれる？何？決めなあかんのこれ。どっち行ったらいいの？はい、どっちやろ。まあいいわ、適当にやろう。こっちだ。できるんかなこいつら。あ、大丈夫？あ、大変、大丈夫？まあね。まあ大丈夫やろ、それぐらいやったら。ほら、大丈夫。ああ、早く怪物出てきてほしい。ほんま。まあけどね、最初だけなんですけどね、こんなね、ほのぼのしてんの。あとはね、ずっとやるかやられるかなんで、L で歩く。あ、今度、あれやね、こいつ操作すんのよな。あいつ来てる？はよ来いや。どこ行ったらいいねん、俺は。道、これあるから、進んだらいいんかな。お、なんや、ムービーか？ジョークがある、画家の。まあ、ひどいけど。どう？聞きたい？うん。ああ。何言うの？こうさ。仕事が早い画家が恋人に振られたわけは？どうして？すぐ射精するから。ごめん。おもんねえよ、お前。ほんま。でも射精だけ？絵は未完成じゃん。いや、ごめん、それは。おもんないね。きっと子供たちから聞いたのね。そんなとこだろうね。ほんと、やんちゃだったもの。おっ、何や。鳥だよ、鳥。大丈夫。あ、ごめんなさい。最近ちょっと不安があって。何やんでんの。はい、好奇心、安心させる、どっちやろうね。まあけどこれは好きかも分からんからさ、ちょっとこうしようか。何、心配ないよ。森に化かされたんだ。昔よく父さんとキャンプしたけれど、変な体験をするのはしょっちゅうさ。そうなんや。全て自然のいたずらなのだ。自然のいたずらなのだって言った。あ、いや、また森に化かされたね。キャンプって楽しい？いろんな意味でいい経験になるよ。そんなに本気のやつ？何回かやったことあんねんけど、噛まれるからな、めっちゃ。目をつぶらなきゃいけない。快適さとか？暑いしさ。実際に試してみるといい。連れてってあげるよ。よければ。行け行けや、二人で。そうね。でもまずは今夜よ。抜け出せ。うん。はい、行こうか、どんどん。こっちでいいんかな。なんか何も出てけへんよね。なんや、めっちゃなんかライフイズストレンジみたいな、なんか青春って感じやん。ここ知ってるわ。そうな。こっちを持ってて。シャメとんの？絵描くんや。そうやろね、多分。見て、この景色。何？どうすんの、なんか。見てるだけ買おうとこ。なんか言えや。どっちやろうね。誠実ふざけて僕を書いて。まあちょっとこれは褒めとこうか、ちょっとね。あいよ、アビー素敵だよ。別にこれくらい。そうじゃなくてさ、簡単なスケッチだけど
絵にしておけば思い出すのに役立つの。君は自分を知ってる。うん、まあ。こくれこくれ。そうかも。誰もが自分の才能に気づけるわけじゃない。あなたにも才能があるわ。うん、どうかな。人間取り柄がある。何でも一つか二つぐらい。タトゥー入れてんのこいつ、右手に。右腕か。もっと夜や。こくれこくれ。何？何？お？ん？なんかあんちゃうか。気のせいだよ。そこに。どっちが死ぬんや。どっちが死ぬんや。見て。赤ん坊だ。おかんもおるんちゃうか近くに。かわいいな。どうしよう、すっごくかわいい。ちょっと待って。おかん来た。え、アビーを守る。あ、守ります。あー、待て、タイミング悪かったんか今。何や。身を守るヒント、息を止める。危険な状況だ。君は今正体不明の獣に追われている。うん、どうすんのこれ。息をすることも許されない。死んでいるふりをして獣をやりすぎ、はいよ。生きていない獲物には興味を示さない。はいよ。迫りつつある危険を察知するには視覚的な変化や音の変化に注意する必要がある。うん、やり過ごすことができたら逃げ、はいよ。隙を見つけ全力で走るんだ。走るんや。くれぐれも言っておくが、途中で息をしたり逃げるタイミングを間違えたりすれば獣に獲物が引き込んでしまう。そうなったら待っているのは最悪の事態だ。はいよ。え、どうすんの。息止めんの。長押しで息、あ、いいよ。安全になったら俺は話す。体力のゲージがあるやねんけど、左やねん。あ、右にもあるか。ちょ、はい、どっか行ってくれ。どっか行ったね。もうちょっとギリギリまで行ったのか。ギリギリまで、ギリギリまで。はい、どっか行って。ちょ、おるやん、おるやん。ちょ、いけるいけるいける。ちょっと待って、せーの、ほいっ。いやー、間に合えへんかってんか。あれ無理やったやろ多分。あれゲージいっぱいやったよね。もう、あ、もういけた、いけた。オッケー。死ぬかと思った。死にかけたんだからね。そうね、ごめんなさい。え、勝てるやろお前。トラとかそんなんちゃうねんから。あー、かわいいイノシシな。あ、イノシシやねん。めっちゃ強いんかな。体当たりされたら強いか。明るく融通が効かない。本物のイノシシだったけど、イノシシって強いかも分からん。殺されはせんのんちゃうか。どうやろう、明るく。あの母親今頃旦那に怒られてるよ。なんでメスって分かるの。顔には自信がある。僕を狙ってた。そうなんや。あら、可愛い彼女ができたわね。ちょっと怒りっぽいけど。いいねこちら。今のうち楽しんどけや、ほんま。あー、早く暗くなってほしい。引き返そう。暗くなれ、暗く。お、だんだん暗くなってんな。ちょっと暗くなったよね。7時22分。やっと戻ってきたのに、うんともすんとも言いやしない。どうするんや。しゃべとんの。 R で見る。どこを見たいんやろ。
なんかある？なんかあるか？なんもないよね。これ、待て、これ、待てよ。ここぐらいしかなんかないか。違う？なんか。写真撮る。これでいい？どう？誰が来たね。ケイトリン、すごいよ。ハケットさんには覗き趣味があったんだ。あちこちにカメラが仕掛けてあって隠し部屋まで。お前速攻チクってるやんけ。その話は待ってよ、何か言ったら全部見られてる。監視されてたんだよ。ただの安全対策だ。森の見張り用とかそういうものさ。おかしいと思わないの？子供たちの安全のためには必要よ。動物も多いし。イマジネーションが貧困だね。で、こっちはどうだ？順調？はい、何で誠実彩ってる？どっちやろう？ツリーハウスに変な光が。あったか、そんな。まあ、やったろか。湖の向こうのツリーハウスに変な光が見えたの。気味が悪かった。あんたは好きそうだけどね。いや、俺全然そんなわからんかったけどな。ハケット採石場の老婆か。ちょっと、二度とハケット採石場の老婆って言わないで。オールデーババ。ハケット採石場の老婆？終わった？オールデー。そういえば、今夜で私たち二度と会えなくなるのよね。楽しみや。今更何言ってんの？ムード作りよ。ムードって？雰囲気、ノリ、空気。ムード作りといえば、まだ仕事があった。何すんの？これ、プレイリストを作るんだ。機械任せだとね。じゃあライアンと私はしっぽり。ちょ言い方深い意味はないから。アビー、ニック、いいとこに。見て、こんなに助かったよ。小枝ばっかりだけどね。まあ燃えるやろ。薪ならここにあるし。もっと集められそうだったんだけど、イノシシが出て。でもニックはすごく勇敢で私を守ってくれたの。これどっちなんやろな。二人とも無事ふざける。こっち行ったろか。ふざけたろ。残念。ロバならハケット採石場のロバだったのに。え、聞くのも嫌なんじゃ。いいジョークには犠牲が伴うのよ。勇者だな。ああ、手のひらサイズにしてポケットにしまっちゃいたい。落ち込んだ時に見て癒されるの。そう。ライランはバンってガラガラ感じている。お待たせ。みんな集まったんちゃう、これで。ちょ銃なんてどこから持ってきたんですか。あかんで、銃は。ただのジョークだ。いや、まあ本物の銃だけど、クマ対策だよ。物置で見つけたの。悪かったよ、しまうって。当然よ、全然笑えないから。よし、じゃあハケット採石場が自信を持ってお届けする厳選された特別な一品を皆様にご披露いたしましょう。まさか嘘だろ。そのまさかさ。ポンポンピーナッツバターのバターポップ、ポンポン弾けるよ。ポーン。おんないね、お前ら。これがまだ売られていたなんて。おい、そんなに取り乱しなさんなよ、クールガイ。こいつには戦略がある。こんなのを見せびらかしておいてポンポンさせてくれないとか鬼畜すぎるだろ。エマ、ショットガンを貸せよ。あかんぞ。邪魔者は消すのか。アホ。バイオハザードちゃうで。違うよ、こいつをかけて勝負だ。ないな、お断りだよ。な、銃はちょっと危ないよね。銃をおもちゃにするのを黙って見てると思う？大丈夫、ほら、あたりは射撃場みたいなもんだろ。いや、それは銃あるいは怪物のために使うの。ほら、俺とお前で腕比べしようぜ。勝てばピーナッツバターポップを独り占めだ。でもこいつが欲しいんじゃなかったのか。はあ、やろう。そう来なくっちゃな。やるんや。ジェイコブ、銃を渡して。それはあんたみたいなアホが持っているものじゃないの。せめて審判をやれよ、立ち会い人ってわけだ。私らはここでパーティーしようって言ってんの。パーティーには余興がつきものだろ。この銃敵に撃たなかん時あると思う。なあ、アンティルドームあったもんね。しょうがない、腕比べを見せてもらうわ。向こうにちょうどいい空き地がある。だけど
ちょっとでも危ない真似をしたらすぐに勝負を中止にするから。デルカ撃つんちゃうかこれ。大丈夫、撃ちそう。7時44分。待て、俺の腕前を見て驚くなよ。3位だ。こんな明るいんか。しかも射撃ランキング3年連続でな。お前に勝ち目はないが、もし降参するならピーナッツバターポップを少し恵んでやるぞ。おい、僕の腕を知らないくせに。だって打ったことないだろう。それはどうかな。おいおい、見栄を張ってると。はいはい、それくらいにして。男らしくて大変結構だけど、勝負の間は私のルールに従ってもらうから。私には絶対服従。どんなルール？オッケー、じゃあ的と弾を用意するから、私が戻るまでそこを動いたり銃に触ったりしないこと。はいよ。威張ってる時のあいつっていい女に見えないか。私はいつもいい女よ。ああ、分かったから、さっさと行けよ。あいつ撃ったらあかんで。出た、アビーと散歩は楽しかったか。うん、いい感じ。まあいい感じだったね。うん、脈はあったな。よし、でかしたぞ。で、どうなったんだ。仲良くできたよ。物知りでさ、彼女。そうか。そうとも。で、やったのか。すぐそれだ。いやいやいや、楽勝だって。変態かお前ら、ほんま。緊張するのもわかるけど、さっさとやっちまえよ。他の男に取られちまうぞ。それじゃあ、男らしい男の銃の撃ち方を教えてやるで。本当にずっと見栄の張り合いをしてたわけ。いや、彼はおつまみ。私これの。ほら、銃を渡せよ。ちょちょ、いいって言うまで触らないで。ほら、集合、説明するから。左にある的を撃つの。最初はニック、次がジェイコブ。撃つ準備ができるまで引き金に指はかけないこと。いい？はいはい。オッケー。弾の分散と反動にも気をつけて。ショットガンだから狙いは甘いわよ。はいよ。狙いはライトを手がかりにして。ライトを手がかり。あ、やんの。待って、R で見る。R で。あ、はい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 。R2 で、え、これどっち、え、これ、なんでもいいのってもう、R2、ういよ。OK、ニック、行ってんよ。待って、それじゃ遠すぎてまともに当たらないわね。もう少し前に出て。いいね。さあ、ニック、本番よ。はいよ。これさ、あいつら撃たれんか。あ、撃たれんの、ここまでしか行かねえな。こんな撃ったろうか思ってんけど。え、次は何、これ撃つんか。ん、ちょっと待ってね。せーの、ほい。ナイスショット。撃っていったやの、どんどん。ちょっと待ってね。おいよ、まぐれさ。いや、ショットガンやから当たるからね、絶対。おいよ、ニック、言って上出来よ。ほら、あんたの番。あ、いいの。さて、目を閉じていた方がいいかもしれないぜ、ニック。これ以上自信を失いたくないだろう。はいはいはい、いいから黙って撃って。超一流のスナイパーじゃなかったのか。うん、ああ、ライフルならな。大丈夫だよ。こういう大雑把なのは。人に当たったらどうする気。どうせ外れてたさ。おい、ルール違反で失格よ。待てよ。はい、まあこれは仲良くしとった方がいいよね。うん、悪いな。まあ次があるさ。もう商品はないわよ、残念ながらね。行ってやがれ。仲良くせよお前ら。ブン、勝負はこれから。まさか、あの怪物に打ちまくったんねん。ポンポンポン、ピーナッツバターがポン。おっしゃ、来たや、夜や。9時ぐらいか、これも。8時15分。OK。
誰が死んでいくんやろな。俺の選択次第かもわからないんですけどね。はい、おすすめや。どうなるんや。よし、じゃあここでゲームだ。何の？ほらほら、一緒にいられる最後の夜なんだ。思い出を作んないと。何するの？秘密と嘘が暴かれる究極のゲーム、真実か挑戦かのディランバージョンさ。うん、よし、ルールだけど、うん、誰かにどっちと尋ねられたら真実か挑戦かを選ぶんだ。拒むことはできない。それって普通じゃん。まあね。キスさせたりするのも OK？ 挑戦を選べばね。あ、そうなんや。みんなの同意が条件だよ、もちろん。いいわね。自分の番まで隠しておいた方が。最初は誰が？言い出しっぺの俺かな。じゃあアビ、どっち？聞いて。逃げたつもりかい？じゃあ聞くよ。何を聞くね。今までに誰かと寝たことは？その止める。え、これでいいの？止めるで。おいよ。おい、限度ってものがあるぞ。待ってよ、まだ質問の途中なんだから。誰かと寝たことはある？このキャンプで。あ、まさか。正直に言えや。ごめん、何でも聞いてるから。アビーの番だよ。わかったわ。何でも言えや、アビー。ちょっと待って。ほら、選ばないと。わかってるけど、どうしよう。もうブブー、時間切れ。私の番よ。ライアン、どっちにする？ライアン、秘密にすること、秘密にすることなんてない挑戦なんだってやる。あ、挑戦。おいよ。じゃあ挑戦だ。じゃあライアン、どちらかを選んで。何を？それあり？これは命令よ。選んで、どちらとキスする？ケイトリー、うん、ディーラー。おい、両方ってのはなしだよな。私に聞かれても困るわよ。たく、勝手だな。まあ、仕方ない。何、キス？ケイトリー、待て、これ女とキスしたら、まあ普通やんか。男にキス、これなるんか、ね、ディーラーにキス。ディーラー、ごめんな。ディーラー、やるぞ。キスしろ、キスしろ。ほんまにやんの？そういうゲームな。うわ、キモ。これで文句ないな。うわ、キモ。えら普通やったんだけど、なんかもっとアップ画面になるんかなと思ってた。さてと、誰にしようか。まだなのは私とジェイコブね。そうだな。ケイトリン、ジェイコブ、どっちや。ジェイコブ男、ケツ女行こうかな。いよ。ケイトリン、どっちを選ぶ？じゃあ真実。真実勝手に言うのかな。いたずらっぽく、ジェイコブと付き合ってた、興味を示し、将来何になりたい。いたずらっぽく言ってみようか。いよ。君とジェイコブは昔からの知り合いだよな。つまり幼馴染だ。不幸にもね。不幸言うな。つまらねえ、時間の無駄だ。今までに、そういう仲になったことは？1年生の頃、ディープキスの練習台になってもらったっけ。だけど、そこ止まり。だってキスが下手くそなの。そうなんや。弟としてるみたいだし。好きだけど。じゃあ、私。何やねん。エマ、エマ挑戦。
どうなの？エマ、じゃあキスして。誰と？ジェイコブ。それかニック。どうする？じゃあ悪いな、ニック。こんなの挑戦じゃないぜ。しろしろしろ。それはどうだろう。ニックにする。しろしろしろ。ぶっちゅーていけ。え、ま、マジか。マジや。よせよせ、怒ってる。うわぁ、よせ。嫌です。ごめんな、あのお姉ちゃんも。ごめんやで。え、まあいいぞ、どんどんそんなんやって。ありがとう。怒んの上手よ。いや、怒った怒った。あの姉ちゃん怒った。一人でルーチョしたらあかんで、危ないで。俺の女とキスしやがったな。ただのゲームさ。ちょっと誰の女ですって。そうか、ただのゲームだ。叫んな。や、危ないで、お前ら。そんなジェイコブ、もういいぞ。本当に子供なんだから、行ってくる。あなたはアビーを探して。揉めろ揉めろ、喧嘩せ。スゴロクでもする？何？そんな雰囲気ちゃうよね、もう。いいぞ。あ、あの見てるやつか。クソガキ。なんやろうね、このおっさんら。はい、ここは戻ったんだね。はいはい、お前さんの無事な姿を見られて何よりだよ。まだできてないやん、だって。それで何があったんだい？よう分かってない、俺も。おや、カードを持っていないようじゃないか、うん、なのに顔を出すなんてどういうつもりだ。こんなこと出てけへんし。カードなしじゃ助けられないよ。見つけ次第持ち帰っておくれ。はいよ。さあ頼んだよ。はいよ。言うべきことは言ったよ、うん、秘密は埋もれたまま夜はさらに深まってゆく、はい、何にまたすぐ会うさ。いいかい、狼の行くところカラスの姿ありだよ。あ、そうなんや。